ライアン・ボーグルソン、ライアン・アンドリュー・ボーグルソン、ギャン・アンドリュー・ボーゲルソング、1977年7月22日隊は、アメリカ合衆国ノースカロライナ州シャーロット出身の元プロ野球選手、投手。日本での登録名は、ボーグルソンだが、NHK のメジャーリーグ中継など一部メディアでは、ボーゲルソンと表記されている。また、実際の発音も、 オーゲルソンのが近いの MLB ドラフト5巡目全体158位でサンフランシスコジャイアンツから指名され6月7日に契約9月2日にメジャー昇格同日のシカゴカブス戦でメジャーデビュー11点リードの8回から3番手として登板し2回を無失点に抑えた7月30日ジャイアンツのフラッグシップディールにより ジェイソン・シュミット、ジョン・ワンダーウォールとの2対2の交換でとともに、ピッツバーグパイレーツへ移籍した。は、トミー・ジョン手術のためリハビリに費やした。は、ほぼマイナーで過ごした。は、春季キャンプで校長を維持し、先発ローテーション5番手の座を掴んだ。しかし、シーズンに入ると不安定な投球が続き、終盤には先発ローテーションから外された。 シーズン最後の5登板はリリーフだったが、リリーフに限ると防御率は2.57だった。シーズン通算では6勝13敗、防御率6.50という成績であった。には中継ぎとしてメジャーで投げたは、シーズンの大半を AAA 級インディアナポリスインディアンズで過ごした。10月2日に FA となった。 2006年オフに阪神タイガースが獲得を発表し、11月9日に来日して年俸8、0円で正式契約した。は、開幕から先発ローテーションに利し、途中右肩の故障で2軍に降格したが、7月下旬には復帰して最終的には7勝6敗の成績を残した。また、投手としては打撃力のあるところを見せ、 4月12日の中日ドラゴンズ戦で、川上健信からこの年の投手第1号、投球回数リーグ上位30人の中では唯一となる本塁打を放ち、インタビューで打てる機会があればまた打っていきたいと話した。投手としては、中日戦では2勝0敗、防御率3.15ホイップ1.28と良い、投球を見せ、東京ヤクルトスワローズ戦でも、 防御率3.18ホイップ1.69ながら4勝を挙げたものの、読売ジャイアンツ戦では3試合に登板して、防御率8.31ホイップ1.69と打ち込まれ、広島東洋カープ戦には3度登板していずれも敗戦投手となるなど、相性極端で、シーズン終盤の9月には4試合に先発して、いずれも5回持たず降板するなど、不安定な面も見せた。オフには、 年俸9、0円の1年契約で契約を延長。は、本人の希望で、背番号を前年限りで対岸した、アンディシーツが着用していた4に変更。阪神で投手が4をつけるのは、矢部圭一、外国人投手としては、マットキーを依頼だった。7月29日のヤクルト戦で、石川正則から本塁打を放ち、2年連続で、 相手エースから本塁打を放った。同年も先発として投げたが中盤に崩れて降板する場面が目立ち8月に二軍降格。ボーグルソンは捨てくされて大荒れし、岡田明信監督が説得に出向いたものの、結局はシーズンを通して3勝4敗と結果を残せなかった。オフにはチームが FA 宣言した三浦大介の獲得に動いていたため、翌年の契約は、 戦力補強の結果と、真ゆみやき監督の移行次第となっていたが、先発投手としては、長いイニングを投げられないことか戦力構想外となり、12月2日に自由契約公示された。は、オリックスバファローズと契約。先発が充実しているチーム状況からリリーフでの起用、ロングリリーフでの起用も多かった。4月は、試合の当番で8試合の当番で、 防御率1.93の成績を残す。しかし5月から調子を崩し、6月にセパ交流戦で2度先発を務めたが、いずれも試合を作れず、敗戦投手となり、6月4日の阪神戦では、投手の福原忍に敵地打を浴びる有様だった。5月と6月は、防御率9.80と打ち込まれ、交流戦終了後に登録ましょう。月下旬に再登録され、 9月20日の北海道日本ハームファイターズ戦でようやく移籍後初勝利を挙げた。8月の復帰後は13試合の登板で防御率1.08と高騰したように、校長時は手がつけられない投球を披露した一方で突如、正規を乱すケースも多かった。11月17日に対談が決まり、オリックスを自由契約になった後、日本でのプレー続行を希望しウェーバー工事されたが、 獲得に乗り出す球団はなかった。1月6日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結んだ。AAA 級リーハイバレー・アイアンピックスでプレーしていたが、7月15日に解雇された。2010年7月28日にロサンゼルス・エンゼルスとマイナー契約を結ぶ。AAA 級ソレトレイクビーズでプレーしていたが、シーズン終了後の11月6日に FA となる。 2010年のトリプル A 級での通算成績は3勝8敗、防御率4.81に終わり、投球内容も95.1回で107被安打、66、四四球、ホイップは1.77という乱調ぶりで、メジャー昇格はならなかった。1月11日に、フルスのサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加。 トリプル A 級フレズのグリズリーズでは開幕から2試合高騰しバリージとの故障で4月17日にメジャー昇格を果たして4年ぶりのメジャー復帰となった5月14日のカブス戦で7回途中のコーンコールドながらメジャー初完封を記録した前半戦を6勝1敗防御率2.07ホイップ1.19と安定した内容で折り返し オールスターにも監督推薦で選出。2011年時点で日本球団を経由してメジャーのオールスターゲームに選出されたのは阪神に在籍したセシル・フィルダー、広島に在籍したアルフォンソ・ソリアーノとボーグルソンの3人のみであり、当主では初のことであった。後半戦は7勝6敗、防御率3.26、ホイップ1.31とやや安定感を欠いたが、 最終的にリーグ4位の防御率2.70、チーム最多イの13勝の成績を残した。の1月11日に2年契約、3年目は球団オプションを結び契約を延長。同年はシーズン開幕当初から安定感のある投球を続け、7月までに19試合に登板して18試合で QS クオリティスタート8勝5敗。 防御率2.22を記録していた。夏以降やや打ち込まれる試合が続いたが、終盤に持ち直して、リーグ11位の防御率3.37、前年を上回る14勝の成績を残した。ポストシーズンでも好調を維持し、ナショナルリーグ地区シリーズのシンシナティレッツ戦で5回1、失点で勝利に貢献、続く、セントルイスカージナルスとのリーグ優勝決定戦では、第2戦と、 第6戦登板していずれも7回1失点で勝ち投手となった。さらにデトロイトタイガースとのワールドシリーズ第3戦に登板し、5回に3を投げて無失点に抑え、勝利投手となった。ポストシーズンでは4試合に登板し、最多タイの3勝、防御率は複数試合に先発した投手中最高の1.09を記録し、ワールドシリーズ優勝の立役者の一人となった。 開幕前の2月27日に第3回ワールドベースボールクラシックのアメリカ合衆国代表に選出された。シーズンではシーズン前半9度の先発で2勝4敗、防御率7.19と最悪の滑り出しとなった。5月20日のワシントンラジオナルズ戦にて5回の打席で右手に打球を受け骨折し、戦線を離脱した。復帰まで12週間を要し、 チームに復帰したのは8月9日であった。復帰後の2ヶ月間で防御率を1.46も改善させた。しかし前半の不調が響き、最終的に4勝6敗防御率5.73という結果に終わった。11月4日に650万ドルの来期オプションを破棄し FA となったが、11月29日に1年契約で再契約し、12月4日に球団が 公式発表した。8月1日のニューヨークメッツ戦で、ソロ本イ打の1失点で9イニングを投げてのメジャーでの初完投勝利を記録したオフに FA となった。この年は32試合に先発登板し、2年ぶりに規定投球回もクリアしたが、8勝13敗、防御率4.00と大きく負け越した。ポストシーズンでも炎上が目立ち、チームは ワールドチャンピオンになったものの、貢献度は低かった。1月23日に1年契約400万ドルで残留した。オフに FA となる。この年は33試合に登板したが、リリーフで登板する機会も目立ち、先発で投げたのは22試合だった。防御率は再び悪化して4.67となり、9勝11敗と2シーズン連続で負け越した。また、 よし、余支給率や基本類打率も悪化し、全体的に低調だった。2015年12月18日に、パイレーツと1年契約200万ドルで合意した。は5月23日のコロラドロッキーズ戦で打席に、立った際に死給を受け、顔面を骨折して、長期離脱。この年は24試合、先発14試合に登板して3勝7敗。 防御率4.8161奪三振の成績を残した。11月3日に FA となった。1月11日にミネソタツインズとマイナー契約を結び、同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月21日に自由契約となった。9月12日に引退を発表。平均球速91.6メートル PH。 約時速 147km、最速 95mph、約時速 153km の速球、フォーシーム、ツーシームと、カーブ、スライダー、チェンジアップを投げる。来日した際は、最速時速 160km、常時時速 150km の速球を投げるという、触れ込みだったが、相性は、ボギーで、応援団やファンからはこの相性で、 コールされていた。メジャー復帰後もジャイアンツの本拠地、AT&T パークでは、高頭時に、ボギーコールが湧き起こる。妻のニコール・ボーグルソンは、元モデル、歌手で、2007年春から、3テレビ限定の阪神甲子園球場の CM、甲子園に駐車場はありまへん。阪神電車が一番やで、トーマス・オマリーと共演していた。阪神時代を、 序盤で調子が悪いとすぐ交代させられたり、外国人ということで常に好結果を期待されるのが大変だったと振り返る一方で、日本の高打者と対戦し請求力を磨いたことがアメリカに帰国後に成功した要因だと分析している。また阪神でチームメイトだった下柳剛を疲れていても練習熱心と尊敬し、帰国後も連絡を取り合っている。 メジャー復帰後も日本のプロ野球を気にしており、インターネットで情報収集しているという。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。